誰もやったことのないこと、これをいかに実現するか、実現してみせるかっていう、そういうチャレンジ精神ですね。いつかチャンスは巡ってくる。遠藤森友です。1976年にカーボンナノチューブの成長メカニズムを発見いたしました。カーボンナノチューブっていうのはですね、カーボンっていうのは炭素の六角編み平面と呼ばれるんですけれども、それをこうくるっと丸めてナノメートルサイズ、1ミリの100万分の1の直径を持った継ぎ目のない筒を作る、そういう物質なんですね。将来その何年か後にね、世の中が変わるかもしれないっていう、そういう大きな何か衝撃がありましたね。助手として本格的に基礎成長炭素繊維の研究を始めたのは25歳です。当時世界では宇宙開発っていうことがすごく盛んでして、そのために軽くて強い材料炭素繊維っていうのは非常に大きな注目をされてたんですね。基板を使ってその上にカーボンファイバーを生やす研究をしてたんですけど、準備の時間を短くするためにその基板をサンドペーパーでこう磨いたんですね。で次の朝デッキを開けて、そして見たらですね、黒光りのカーボンファイバーが山のように生えてたんですね。それまでススが主な生成物だったんですけど、ススは何もできてなくて、一体これは何が起きたのだと。それでもどうしてかっていうのは分かりませんでした。電子顕微鏡を使って、解析してみよう。オリラン大学のオムラン先生っていうのは電子顕微鏡では当時世界のトップクラスの研究者だったんで、意を決してフランスに行くことにしました。懐かしいね。高分解の電子顕微鏡でカーボンを観察するのは30万倍あたりの倍率で見ますので、ゾウさんをですね、大きな虫眼鏡で見てるような仕事なんですね。先生はですね、そこに何があるかをしっかり見なさい、自分の見たいものだけ見てはいけないよっていうご指導いただきましたね。そしてクリスマス休暇にずっと朝から晩まで泊まり込みで仕事してたんですね。そしたら突然そのチューブの形が見えて、そして先っちょに小さな玉があるってことを発見したんですね。当時のノートですね、日記帳に12月の23日の特に大発見って書いてあったんですよね。当時は飛び上がって喜びました。正月明けにですね、1月の2日の日ですね、オムラン先生に報告したら、先生もすごく喜んでくださったんですけど、しかし遠藤、それは終わりじゃないよと、一体その玉は何なんだと、それを証明しなさいと。で徹底的に調べたんです。一体その黒い玉は何なんだ、思いつくところはそのサンドペーパーなんですね。で分析したらですね、鉄がたくさん入ってて、その鉄が基板の上に落ちてファイバーを成長させたということを証明できたわけですね。こっちはできないやつね、こっちはできるやつ。それが1976年のクリスタルグロースの論文になったわけですね。これナノチューブのデッサンがあるんですね。こ
ここは中空の筒になっていて、ここに触媒の粒がある。このコンサウロースの、これだ。この写真がここですね。ここは二層が写ってるんですけど、ちょっと見えにくいんで、こういう二層のチューブ書いてますね。2枚、こう1枚、2枚、そしてこっち来て、多層ですね。これ多層、これいっぱいある、ね、これは特に重要な根が、これチューブですね。真ん中に筋、That paper was one of the indications that carbonatus could grow using this catalytic process inside the furnace and in a controlled way, because he was controlling the diameter. He said the core of the carbon fibers that he grows, it's a single wall carbonatus. His work was very important, Professor Endo's work, because he started working on the carbonatus growth since the 70s. カーボンナノチューブとその後名前がつくわけですけれども、それの成長機構を明らかにしたということですね。小さなナノメートルサイズの鉄の玉がカーボンチューブを作って、それを成長させる、そういうことを明らかにした。で、論文の中には単層、二層、多層チューブの構造がちゃんと証明示されてるんですね。でその後ですね、約1987年ですので、約10年経つんですけど、鉄の玉を反応雰囲気の中にこう浮かしといてもチューブがこう伸びるっていうことを発見して、基板の上に種をまく方法と、もう一つは空中に浮かしてその作る方法と、浮遊法って呼んでました。この2つの方法を当時はっきりと証明して、その方法を特許にしたわけです。それは1988年のケムテックっていう論文にそこまで書かれてるわけですね。The patent appeared for just making bulk production of these carbon nanofibers, which include the carbon nanotubes. Nanotube research started with the arc discharge, many researchers, but then realized that the method Endo used was more effective and scalable.So you wanted to produce bulk amounts, tons of that, you have to use Endo's work. これリチウムイオン電池の原理ですね。1987年とか88年っていうのは、日本で今のリチウムイオン電池の研究がすごく企業で進んでたんですね。で、日本初のリチウムイオン電池が今日の、携帯電子機器市場を開いていくわけですけど、その大きなきっかけになったのが、私たちの流動法で作ったカーボンナノチューブだったんですね。人類的視点で日本の先端技術が役に立つような、地球全体を考えながら仕事をするっていう、そういう時代になったんだと。大学の一研究室にこう閉じこもってるんじゃなくて、広く世界の人たちと交わる、それがこれからの大事なですね、クリエイティブな成果を生む一つの方法だと思いますね。カーボンナノチューブのその持っている素性、まだまだ隠れた能力もあると思うんですね。これをいかに世の中に役立てるかっていうのが次の仕事だというふうに思います。